おさは、二代目、かつらは長文家の落語家で最後の弟子。本名、森隆久。出林は、井手の山吹。狂言師、森569としての顔も持ち、大倉流狂言方田康闘信元に指示していた。大阪青山大学、放送芸術学院、ECC アーティストカレッジ、大阪アニメーションスクールなどの非常勤講師として、 時には、講演会なども行っている。人形劇団クラルテの語り部をもこなす。長六という名は、高校の落語研究会の先輩でもある、一門の四代目、桂春男次がつけたという。ただし、深い理由はなく、なんとなく、語呂が良いからとのこと。桜塚高校のお知見では一年生が最初にある、ネタは、明晩デッチと決まっている。 お知券を創設したのは、SF 作家の神戸、武蔵であるが、その一期下の四代目春団児が最初に、師匠の三代目春団児に稽古をしてもらったネタということで、四代目春団児よりも下の代からは、名晩デッチをやる。四代目春団児の十四期下にあたる花団治も例に、漏れず、高校お知券時には、最初に稽古をしたが、 この短いネタを話し下になっても講演している。なお、花壇治の四期上にあたる昭福帝人ウは、名デッチを講演していないという。2015年6月21日に、住吉区民センターにて行われた、第40回ほろ酔い寄せから新、花壇治お披露目の会終演後に、大師匠の三代目春団児が、サプライズゲストとして、 花壇サムに花束を贈呈しに、出林野崎に乗って、スーツ姿で登場。翌年1月に亡くなる三代目春男児が、公の場に姿を見せた貴重な機会となった。師匠、二代目春長譲りの、猫の中心など。新作落語とは言えないほど様々な話家が手掛けた、全在校舎、昭和人教伝など。華麗なる一族などの新作もある。 ありがとうございます。